機構サウジアラビアさん、大金かけてスター集めた結果、お散歩みたいなノリでペナルティエリアに突入してて草、なんだこれやる気ないやん。まあ最後くらい楽しくサッカーしたいやろうしな老人ホームやね。体育のサッカー定期、何もかもひどすぎる。なあ自国の選手が全く育たん模様。レジェンドお金で買いまくる矢印レジェンドたちはやる気がないのでぬるぬるプレイ矢印自国選手は席を奪われ育たない最悪の流れだろこれ。サウジの石油マネーもったいねえ。観客数千人未満とか聞いて笑ったわ。でもレベルの低いサッカーしてるだけで10億とかもらえちゃうならお前もやるだろ。こんなお遊びサッカーで大金もらえるんだからレジェンドは笑いが止まらんやろな。わいが混ざっててもバレなさそう。